フリーライターの八田貝です。翔英さんのブースに来ています。でですね、翔英さんのブースで、ね、面白いものなんですね。スマートウォッチとかあるじゃないですか。携帯とつなげて情報出るやつ、あれのですね、ヘルメット版、スマートヘルメットっていうのがね、参考出品で出てまして、名前が、こちらの仮称なんですけども、はい、ITHL っていうので、はい、いろんな、かぶるとですね、いろんな情報が中に出てきて、でここを見てみると、ここがいわゆるあれ、操作パネル、はいはい、でちょっとこの辺にですね、いろんな基板が入ってたりして、このいわゆるここで、いろんな制御をしているそうです。で面白いのはここなんですか、今上がっちゃってるんですけど、ここにですね、ディスプレイ、これあれで、ここに反射させてるということですか。ここから投影して、こちらで、ここから映像が出てここに映ってるということ、はい、ですね、じゃあここ自体はいわゆるレンズ で反射板ということで、はいはい、で外部電源で動くそうです、はい、このモバイルバッテリーで、まあ、この辺は市販化になるとまた別になるみたいな話なんですけど、じゃあ、ま、かぶさらせてもらっていいですか。メガネライダーも別にかぶることができると。かぶった感じの軽さは本当に普通のヘルメットと変わんない感じの印象ですね。はい、はい、でこの後は、はい、一番表示が見えるところでいいですか。はい、真ん中に見えればいいですか。ああ、はい、そこぐらいが見えますね。この辺でいいですか。はい、はい、一応ね、この辺に翔英って文字が映ってるんですよ。ただ映っ、まあ、分かんないですよね、見ててもね。これ反射させてるらしいんで、空間に翔英って文字が浮いてる感じです。でこれでバイクにまたがると、でこれでツーリングに出かけるわけですね。これ設定とかはスマートフォンでやるのと一緒ですか。いわゆる、そうです、スマートフォンで専用のアプリを、専用アプリで行き先を入れると、はいはい、で入れると、今これ新橋あたりですね。こっからおそらく大観山に向かうと思うんですけど、東雲で交差点で10メートル先で曲がれとか出てきますね。でこれそんなに視界が嫌な感じじゃないんですね。自然に見えてるし、情報は情報で見れると。でちゃんと音声も入ってくるんで、とても分かりやすいです。いよいよ高速入り口です。これでもここにスマートフォンつけたりしてて、どうしても視線移動が大変じゃないですか、はいはい、それがないっていうのがすごく安全な感じなんですね。で特に首都高なんか行くと右行ったり左行ったりで結構覚えてるのも僕らも大変じゃないですか。その辺がやっぱりライダーの、負担を減らそうっていうのがこのヘルメットの目的ということでしょうか、はい、あ、電話がかかってきました。電話も出れるんですね。この辺はインカムと一緒ですが、でも全部が集約されてるのがすごくいいですね。で、到着予想時刻まで出ます。この辺あれですね、急いでる時なんかね、チラチラ携帯見ながら走るの危ないと思うんでいいと思います。そろそろ目的地に着くそうです。大観山ですね。この辺のナビの音声とかは普通のいわゆるカーナビとかと一緒の感じで、もう普段使ってる感じの感覚で使えるっていうところですね。へえ、なるほど。いやー、でもバイク乗っててスマートフォンくっつけてると本当にいろんな情報を視線移動して撮らなきゃいけないじゃないですか。それがなくなるだけで、はい、結構運転に集中できたりとか、周りの景色を見たりとか、はい、まあ、対向車見れたりとかして、はい、すごく安全が上がりそうな、はいはい、ぜひ市販化するのを楽しみにします。実際どのぐらいの市販化とかその辺はまだ、まあ、今発売に向けて開発中という、はい、まあ、いずれこの辺に、まあ、これじゃないにしても似たようなものは市販化に向けて、
動いてやっていこうとは思ってます、はいはい、ちなみにどのぐらいの値段が上がるとか、まだちょっとこれもこれからこれから、はい、終わりました、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。